ちょっとくすんだカーキというか、ちょっと肩のあたりとかギュギュッと。皆さんこんにちは。さっさっさっと情報がよくわかるサリーチャンネルへようこそ。声のする方に進化するワークマン社外取締役のサリーです。今日ご紹介するのは2024年春夏新作のこちら、じゃじゃん。これデイズシェルジャケットというレディースの商品なんですが、価格が驚きの980円のジャケットになってます。大丈夫ですかね、こんな安くて。というわけで、お店ではこんなパッケージで売ってるんですが、いや、この値段でどんなジャケットが出てくるのかちょっとドキドキしますが、こちらはちょっとサンプル品ゲットいたしましたので、こちらで紹介していきたいと思います。最後まで楽しんで見ていってください。はい、というわけで今回こちらの商品紹介していきたいと思います。商品名がデイズシェルジャケット、価格が980円ですね。でこちらレディースで出ているデイズシリーズというのが今回あってですね、他にも980円のパンツであるとか、あとブラウスとか、あともうね、他にも 2枚セットの、半袖 T シャツが980円とか、とにかくこのお安い、日常でとにかく安く機能的なもの着てくださいっていうのが、まあちょっとこのデイズシリーズっていうのが出ていてですね、今回このシェルジャケットを紹介いたします。でレディース商品なんですが、でこれサイズが3展開ありまして、レディースの M、L、LL がございます。で M サイズとかだったら結構あの小学生ぐらいのお子さんが着れたりであるとか、あと逆に LL とかであれば細身の男性でも着れてしまうようなサイズ感にもなってますので、まあ、レディース製品だからではなく、あの男性とかね、あと小学生のお子さんなんかでもあのぜひねチェックしていただきたい商品になってます。でお店ではですね、こんな感じでパックに入って販売がされています。これ確かショッピングモールのワークマンプラスとか、路面店のワークマン女子とか、そういうところの、販売オンリーだったような気がします。ちょっとあのお調べしてテロップの方に書いておきます。でこちらの商品ですが、リペアテックなんですよね。リペアテック、ワークマンマニアの方ならご存知かもしれませんが、あの針で穴が例えばなんかちょっと突き刺しちゃったとしても、手で擦るとですね、その生地の穴が埋まるという、まあ、実際にはね穴が開いてなくて、その繊維の糸と糸の間に針が入って、で隙間が空いてる穴のように見えて、でも抜いてみてコソコソコショコショってすると、その糸がこうギュギュッと詰まって穴が塞がるかのように見える、そんなねあのリペアテックを使用していながらの980円、びっくりですよね。あと機能性でいうとストレッチ機能、そして防風と撥水機能もついております。すごいよね。であとこれね、非常にコンパクトで軽いです。ちょっと重さ測ってみよう。今キッチンで重りを測ってきたところ、この外装のパッケージも含めて 164g でした。非常に軽くてコンパクトになって980円なので、なんか旅行にゴールデンウィークとか今度旅行に行くんだよねとか、ちょっと気候も良くなってきたから週末旅行に行くなんて方、でもちょっと今の季節肌寒い時もあるから1枚羽織安いのでいいわ、買っときたいなんていう方にも、このコンパクトさとね軽量さすごい嬉しいですよね。でまあ機能性としてはでも防水ではないので、レインウェアではなく水を弾く撥水機能はあるけれども、ずっとね着てるとレインウェアではないので、あの中には染みてきてしまうことはちょっとご了承ください。じゃあちょっと開けてみましょう。こんな感じですね。あ、なるほど。はい、これね何色か4色ぐらいある中で、今回オリーブというお色にいたしました。ちょっとくすんだカーキというか、ちょっと若草色というか、そういう感じの割とどの年代でも着やすそうなカラーですね。でファスナーが結構鮮やかなパステルイエローみたいな、ちょっと派手なカラーを使っております。で他のカラーが確かブラックと、あとライトグレー、あとピンクだったかな、薄めのピンクのと、あとこれの展開だったと思います。うん、で LL を選んでみたんですが、思いのほか割とコンパクトな作りな気がします。なんか L サイズって言っても おかしくないかな。逆に私結構大きめで着たんで LL で良かったかもしれない。ちょっと後でじっくり着てみますね。でファスナーですが、
ファスナーこんな感じでスーッと滑らかにちゃんと開きますね、うん、中はこういった感じ、特に裏地もついていない感じですね。これ生地感がちょっとペラペラだったらどうしようと思ってたんですが、しっかりしてますよ。なんでいやちゃんとしてるよ。なんか結構やっぱり399円かな、結構あの職人の人がもう使い捨てできるようなヤッケっていうのもワークマンでは売ってるんですけど、やっぱパッケージされて売ってるんですけど、それは割と汚れたらもうそのまま廃棄するみたいなことを前提にやってるんで、もうちょっとなんかねあの使い捨て感が強かったと、なんかシャリシャリっていう感じの薄い生地だね。これはね結構普通にちゃんと長く着れる生地ですよ。なんでこれがすごいね980円で作れるのか、いやすごいね。ちょっとじゃあこれあでワークマンのウェアって基本的にだいたいここ襟のところにフックがあって、フックで引っ掛けられるようになってたりだとか、あとここになんかフィールドコアとかのねタグがあったりするけども、これタグも一切ないですね。あのサイズの表記すらないです。普通ここにあと L とか LL とかあるけど、それももう一切ない。ある意味極限まで無駄を省いて作ったからこそこの値段でできたって言っても過言ではない感じですね。ちょっと着てみましょう。はい、ではレディースの LL サイズを着てみました。私ね腕がね普通の人より長めなんですよ。だから L だともしかしたらもっとツンツル点になっちゃってたかもしれないから、 LL にして正解ですね。というか多分やっぱり割とコンパクトというかタイトなジャストサイズで作ってる感じがあるので、普段の L サイズの人が LL でいいような感じの雰囲気をなんとなく受けます。ちょっとねファスナーを上まで閉じてみるとこういう感じですね。あでもこういうねなんか立ち上がる感じの襟元私好きですよ。で別に横から見ると分かるようにこれがさ結構さ詰まってると首が苦しいと私すごい苦手なんだけど、全然ここゆとりもあるんで全然大丈夫。フードもかぶってみましょう。はい、フードをかぶってみました。まあ防水のレインウェアと違って撥水なウェアなので、そこまでぎゅうぎゅうにこうねフードをかぶることはないかもしれないですが、ちゃんとこういうコード、ゴムのコードもついてますので、これでぎゅぎゅっと締めてもらうと、まあ、ババババババともならないから、もうなんかすごい雨風が強くなってきちゃって、あのもう傘もさせない、でも一応今このジャケットだけは持ってるなんて時はこんなねあのやっぱりフードをかぶれる機能もついてると安心かもしれないですね。うん、でもねやっぱねストレッチ効いてますね。こうちょっと袖を持ってググッとよく足伸ばしてみるんですけど、そうするとこの肩のあたりとかギュギュッと伸びる感じ分かりますかね。ストレッチが効いております。いやでも私でも肩幅もね人よりあるんですよ。あの電車に乗ると隣の人の男性女性だったら横の人と肩とあのね肩が触っちゃったりしないんだけど、メンズが2人いると絶対私ね肩幅あるからね当たっちゃうぐらいで、ちょっとこう前に乗り出さないとなんか電車とかダメなぐらい肩幅が結構あるんですけど、これで言うと多分 L サイズだと肩幅も腕の長さもギリギリだったんで、 LL 選んでめっちゃ正解でしたね。だからもしかしたらやっぱ普段選んでるサイズよりちょっとワンサイズ大きめぐらいを買うと確実かなと思います。であとゴムが、袖口のところに入っていたり、あと裾のところもねこれね実はゴムが入ってるんですね。あらなんか作りっぱなしというよりはちゃんとなんか風が入らない工夫みたいのがされています。であと横にポケットありますね。あれでもこのポケットすごいよ。ちゃんとこういうのっていやもうファスナーが作るのって高いんですよね。どうしてもコスト上がっちゃうところに、これちゃんとポケット大きいポケットついてるの、ここまでざっくり入るポケットでファスナー付きですよこれ。しかもこっちとこっちもちゃんとファスナー付きのポケットついてますね。ついているので、はい、ついてます。2箇所ポケットもついて、いやもうなんか安くウィンドブレーカー的な1枚羽織物欲しいって言ったらこの980円ので十分かもね。まあ気に入るカラーがあとはあるかどうかって感じだけど、なんかちょっと子供が急遽遠足でウィンドブレーカー必要になっちゃったとかだったら、これのちょっとねあのサイズ選んで買ってあげるぐらいでももしかしたら全然いいかもしれないですね。
あとはなんかちょっと外でどうしても作業を何かしなくちゃいけなくって、もう汚れてもいいものをちょっと欲しいとか、あと友達にキャンプに誘われて、ちょっとアウトドアっぽいウェア普段着ないんだけど、ちょっとその時の急遽しのぎで安いのでいいわなんて方は、この980円ので十分いいような気がしてきました。いやすごいな。ちょっとあとじゃあ撥水機能を見ていきましょう。こぼしますね、あえて。よいしょよいしょ。おおほほほほ、はい、おお、はい、ちゃんとね玉のように転がる感じですね。ちゃんと撥水してますね。まあ、ただあの完全防水ではないので、雨の中ずっといると当然中には濡れてきてしまいます。撥水機能がついているということです。おい、まあ、あえてデメリットを言うとすると、確かね、このオリーブカラーと薄いピンクの場合はここの、ね、ラインがやっぱり結構目立つんですよね。このカラー配色をどう取るかは結構好みが分かれそうですけど、私はもうちょっとなんか生地に馴染む色のファスナーの方が好みですね。うん、ちょっとオリーブに黄色がちょっと派手かなって思ってしまうので、できれば馴染む色の方が着やすかったかなっていうのが、まあ、個人的な意見ね。ただライトグレーと、ライトグレーはねなんかホワイトっぽいカラーだったかな、なんかね割と馴染むカラーになっていて、ブラックもな、ブラックの場合はねグレーだったかな、だったので、すごくねあの割とマッチするカラーだったので、そのあたりをね選んでもらってもいいんじゃないかなというふうに思います。でもう一個言うとすると、生地が別に硬いわけじゃないんですけれども、他のマグマンのやっぱ1900円とか2900円するシェルジャケットに比べると気持ちに硬さを感じるような気はします。ただ動くのに不満になるほどの硬さではないし、やっぱりそれと比べるとね、やっぱ1000円以上安い980円で買えるっていうことを考えると、まあ、この感じも別に悪い感じではないのかなというね、まあ、強いて言うと気持ち硬さはあるのかなという印象を持ちました。はい、というわけで今回はですね、デイズシェルジャケットレディースのもの、こちら980円ご紹介いたしました。こちらもお店に入荷しておりますので、ぜひお近くのワークマン女子であったり、あのショッピングモールの店舗の方でチェックしてみてください。私のチャンネルでは他にもですね、ワークマンのウェアや、店内レポもやっております。そちらも合わせてご覧ください。あとはもう一つのチャンネル、サリーのキャンプチャンネルでは、ワークマンのキャンプギアの紹介やキャンプ場のレポなどもやっております。ぜひそちらもチェックお願いいたします。今回の動画が良かったという方は、いいねボタンをチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画ですぐお会いしましょう。またねー。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。もう一つのチャンネル、サギーのキャンプチャンネルもぜひチェックしてみてください。Twitter、X、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いします。